考え方がちゃんとできてないとさ、うん、やり方だけさ、うん、合っててもうまくいかないよね。うまくいかないね。そうっていうのが、うん、ほら俺勉強教えてて、うん、解き方だけ知りたがる子がいてさ、うんうん、解き方だけ知っても、うん、なんでそう解くのかとか、うん、その根本的な考え方ちゃんと分かってないと、うん、やっぱ一人になった時できないし、うん、よくないなと思って、うん、そういうことがゴルフでもあるんじゃないかなと思ったんだよね。うん、めちゃくちゃあるね。やっぱりすげえある。例えば例に挙げると、うん、そのまあまあワンラップゴルフが言ってる、まあ、インパクトゼロで言えば、インパクトをインパクトの部分だけゼロに戻そうって思ってたら、うん、もう、うん、フォローどころかフィニッシュまで行ってる、うんうん、とこまでは行ってるんだよね、うんうんうん、進んでるから。前も動画で言ったけど、ここの部分を直したいんだったら、うん、アドレスもしくは、まあ、最低でもバックスイングから、うん、もうその準備をしないと間に合わないし、そのインパクトゼロにしてどうなるかっていうことと、なんでそのインパクトゼロにしなきゃいけないかっていうことも、うん、理解してないと、やったところで何が正解かも分かんないから、その部分だけ直そうとしても、うん、ほぼ無理なことなんだよね。ちゃんとそれを全部で理解しなきゃいけない。俺よく最近レッスンに来てくださる方にベタ足で打ってくださいっていうのよ、うん、ベタ足自体を最初理解してもらって、うん、まあアドレスからなるべく下半身動かさないで、うん、右スパイクを上げないでくださいと、うん、そのままベタッとついたままいけるところまでフルスイング、うんうん、って言ってやってくださいって言って右スパイクこうやって上がるから、最初はね感じつかむまではしょうがない、うん、でも例えばそれが最初仮にできましたって言って、うん、1週間2週間後に、うん、じゃあもう一回ベタ足やってくださいって言って、うん、ガバーって上がるの、ちゃんとやりましょうよって。でその意味っていうのが、うん、クラブが走ってないから、走らせるためにベタ足をやっていただいて、うん、ボールへの押し感が足りないからベタ足でちゃんと打ってバンって押せるように打っていただくためにやってるから、それが右足を送っちゃったらパワーが全部左に逃げるでしょ。だからその意味がないのよ。だからちゃんとしたことをちゃんとやらないとちゃんとした結果が出ないじゃない。それは今言った例以外にも全てそうじゃない。だからそのやることに対しての取り組み方っていうのが、もう少しちゃんとやっていただくだけで結果って相当変わるんだよね。動きだけ一緒にしても意味ないってことだよね、うん、意味ないね。なんでそれをやるのかっていうのをちゃんと理解して、うん、で実行しないといけないってことだね、うん、じゃないとやんなくなっちゃうんだよね、先生がいなくなったら。そう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 、見てないと意外と完璧度合いが下がるよね、うん、そうだよね、うん、だけど本当に腹落ちして理解してたら、うん、先生が見てなくても、うん、やるよね。やるずっとやる、ちゃんとやるよね、うん、物事のそのちゃんとやるっていうのはね、すごい大変っていうかね、難しいことなんだろうけど、うん、でもやっぱりちゃんとやった結果っていうのは絶対来るから。だから動きをちゃんとやるっていうのは当然そうなんだけど、うん、もうその前からの段階で、うん、ちゃんと考えを理解してちゃんと動きをやる。そうだね、うん、ちゃんと動きからやろうとすると、うん、理解が伴ってないから、うんうん、ちゃんとやれないんだろうね、うん、そうだね、うん、だからまずはちゃんと理解する、まあ、その前にだからちゃんと受け止めないといけないね。ああ、そう確かに、うん、そうだね。もちろん自分がどうなりたいかも大事なんだけど、うん、そう理解しないと ね、 そうだね。まずは本当にやってみたいことができてきたら、うん、そのやってみたい理論がどういう効果があったりとか、うん、どういう動きをしたらその理論になるかっていうのを、うん、まず理解しないとダメだよね。クラブ持たないで動くこともそうだし、うん、その時点でちゃんとできて初めて次クラブを持って振るだけ、うん、でそれができて初めてじゃあ次ボールを打つっていう段階があるじゃない、うんうん、いきなりボール打って成功するわけないから、そうだね、うん、新たなことはさ本当に動き一つを理解しなきゃいけないんだよね。本当はこういうこと動画で言いたくないよねそのちゃんと分かってていただけてて、うん、それを実行しててもらいたいことの方がやっぱ多いじゃない、うん、でもやっぱりレッスンやってたり YouTube のコメントなんかを見ると、うん、もうちょっと理解してほしいなと思うことはある、まあ、なかなかね無料のサービスだから YouTube って。そうだねそうだね。そうだから見る人もね、うん、お金かけてたらもっと受け止めようと思うところもあると思うんだけど、無料だからね。そうだね、うん、だからどこまでね
本気で受け止めてくれるかっていうのは、うん、僕らは本気で受け止めてくれると思って言ってるけど、ああそうね、そうね、意外とそうじゃないことがあると思うし、うん、僕らもね他の YouTube 見るじゃん、僕じゃない、うん、そのなんていうの、あ趣味で見たってさ、ちゃんと受け止めてないよね、だからおそらく。そうかもね、申し訳ないけど、あそうかもねどっちの気持ちも分かるね、あワンナップゴルフはゴルフに関してのことを言ってるから、そうやって思ってくださいっていう気持ちの方が強いかもしれないけどね。でも趣味程度で、うん、ある程度そのワンナップからスパイスを欲しいと思ってくださる方は普通に見てるだけでも嬉しいけどね、うん、で多少なりともそのゴルフにいいスパイスになれば、うんうん、いいし、全員が全員プロ目指してるわけじゃないし、うん、ね、そんな競技に出るゴルファーになろうと思ってる方だけじゃないもんね、うん、本当に楽しめてある程度うまくいったらいいっていう方ね、うんうん、がたくさんいるだろうから。でもそれだったらワンナップの内容はちゃんと見た方がいいね、より、うん、そうねそう、簡単なことじゃない言ってるの、簡単なこと、うん、じゃないか、複雑なことは絶対言ってない。そうだよね、シンプルなこと、ね、シンプルなことやれるかどうか、ね、別として、うん、でもやれそうなことは言ってる。そうだよね、うん、あの本当に複雑な入り組んだ動きは言ってない。そうだよ、ね、俺やらないから。そうだよね、うん、右手でパチンと叩いてだから、そう複雑ではないよね。ごめんね、そもそもの話していい、何でもいいや、天井からボール吊ら下げて、うん、おでこからでもいいや、うん、ぶら下げて、うん、このボールを向こうにこうポンって打つのって、うん、単純に右でポンって打つのと左でポンって打つのどっちが簡単かってことよ。多分右利きだったら右の方が簡単だと思うんだよね、うん、それにクラブを持った時も同じ感覚で打てるんだったら右の方がいいんじゃないかなっていう理論をワンナップゴルファー言ってます。布団叩きの時にこうやって打つ人はそう左の方がいい。そうだよね、うん、左の方がいいけど大体こうよね。そうだよね、うん、布団こうやって叩かないよね。そうで本当に切羽詰まって、うん、虫が嫌いな女性がハエ叩きで虫を殺す時って、うんこうはやらないと思うんだよね俺それは熟練してるね。そうでしょ、余裕がある。もうさ、うん、もうバドミントンやってたとかあとはもう絶対こっちの方が殺せる自信があるとかそういう人でしょ。でも本当一般的にうまく仕留めるって言ったら多分こうじゃん。そうだね、あそれに近いことワンナップは言ってます。そうだね、うん、ボールはゴルフって止まってるじゃない、だから打点をずらしちゃいけないじゃん。打点ずらしちゃいけないって言ったら自分動かない方がいいじゃん。そうだね、そうだから体重移動はあまり自分からはしないでってワンナップゴルフは言ってる。こうやってタイミング取ると、うん、ボールは止まってるけど自分が動いてるから、うん、打点がこうやって動いてるようなもんじゃん、うん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 、そう、それで合わせてインパクトをしなきゃいけないことが難しいじゃん。だったら止まってて、うん、打った後にグワンっていく方が球は乗るし、うん、体重も打った後いくか乗せられるし、だそういう方が楽なんじゃないかな、優しいんじゃないかなって思ってんだよね。でも体重移動しちゃう人はいいんでしょ、しちゃってしちゃっていい、しちゃっていい、なんかしようとしてんじゃなくて、ああしちゃってる人は別に気にしなくていいんでしょ。そう、そこの境界線難しいでしょ。しようとしてる人の体重移動と、うん、無意識にする人の体重移動の境界線って難しいでしょ、うんうんうん、しようとしてる人って枠外なの、しようとしてるからね、すごい外れるので、バックスイングで右サイド引きながら上げたりね、うん、無意識にする人ってバックスイングで右サイド引かないの、うん、へー、そのまんまこうやってグッていけるの、うん、寄せられるんだけど、体重移動をしようとしてる人って引くのよ、うん、引きこうやって引いて押しての体重移動するから、ボールとの距離だったり、うん、移動の打点だったりがずれるのよ、うん、だから難しいの、自分からやろうとしちゃう。でも前動画で恋にやってくださいって言った動画撮ったじゃない、うん、あれはまた別で、これもまた難しいんだけど、気になってる動作だったらもちろんその故意にやってあげた方がいいし、うん、やらないようにしてるんだったら、うん、自然となるんだったらやって動いた方がいいんだけど、うん、体重移動ってやらないようにしてる人って多分動かないんだよね、うん、ほとんど動かないし、多少動いたとしても、うん、引かなければいい話なのよ、うん、そうだからまたその故意とは違う話になっちゃうんだけど、うん、無理に体重移動をしない人がしようとするとめちゃくちゃ外れるんだよね、うん、そうだからそういうことは全然する必要ないから、うんうん、それはやらなくていいと思うんだよね、うん、
それもちゃんとやらなきゃいけない、止まる方もちゃんと止まらなきゃいけないし、うん、動く方もちゃんと動かなきゃいけない、うん、だから動かし方もそうだし、うん、だから本当に理解が本当必要だなって本当に思うんだよね。インパクトのその右手を使うこと、左手でもいいけど、うん、左手を使ってどういう動きでフォローを取るかっていうことが大事だから、うん、それが知ってないと、うん、ただ左手使ったって引いちゃうかもしれないし、うん、でも右って押すだけなんだよねだから動きとしてはそこまで複雑じゃないはず、シンプルな方のチョイスをしてもらえれば、うん、そのゴルフっていうのは意外と簡単になる可能性の方が高いからね。だから難しい動きをわざわざ入れる必要はなくて、うんうん、難しい球を打ちたいんだったら初めて難しい理論を入れるだけだから、簡単な方を選んでもらった方がいいね。やっぱりそうすると皆さんの悩みも難しいことをやって、うん、複雑なことをやって解決するより、うん、何か減らしてあげて、うん、シンプルにしてあげた方がうまくいくかもしれない、うん、そっちの方が断然高いね可能性は。本当にプロから見ても難しいなと思うことやられてる方もいるし、それ見てる方がなんか苦しくなっちゃう。でももちろん否定はしないから、それをやる達成感だったり、それが楽しみでやってる方はもちろんそれはそれでいいけど、それでなかなかスコアが出なかったりいいショット出なくて苦しんでるんだったらやらない方がいい。難しいけどね、そこの辺って本当にゴルフってね難しいんですよね。でも自分じゃ判断できないかもね。なんか難しいこと複雑なことやってるから、はあ、これをなくしてシンプルにしようって自分じゃ分かんないよね。分かるかな。いや分かんないかもしれない。だって夢中だから。ゴルフのスイングって考えなければ意外とシンプルになりやすいかもね。だから自分の手がクラブだとしたらって考えたら、あ、それでいいの。そう、それでいい。あ、それでいいんだ。そう、アプローチだったら、うん、5ヤードぐらいだったら男性でも女性でも投げられるじゃない、うん、アンダースローで、うん、でそこでじゃあアプローチで自分の手が、手のひらがクラブフェースでボール持ちましたって言ってアンダースローでポンって投げるじゃない、うん、その時にじゃあ最大限の飛距離でいいや、アプローチじゃなくて。でそこをこうポンって普通に投げてそこに飛ばすのか、こう体をこうやってブワンって使った方がこう飛ばせるのか、使うパーツっていうか使い方だよね。どっちのが使いやすいか、まあ、アプローチになってくると体回転した方がいいのか、それともそのままこうやって向いたままこうやって投げた方がいいのか、いろいろ出てくると思うんだけど、クラブ持たないで考えた方がいいかもね。そうすると使うパーツはどういう方が優しくて楽っていうのが分かってくると思うんだよね。道具持つと分かりづらいね。フェースの向きが分かんないとダメだし、ちゃんとボール握ってこうどうやって飛ばすかだよね。でもターゲットに手のひら向けた方が優しい気はするけどね。まあ俺右で打ってるからそうやって言ってるのかもしれないけど、こうやってこうやって使えてるかな。これ大事なんだよね、この左手の甲のこの動き。へー、そう、今みんなこう使うでしょ。あ、そうなんだ、うん、これだよね。こう、あのね、もし機会があったらでいいんで、プロのこう構えて後ろから撮ってる画像のこの辺見てほしいんだよね。こうなってる人ってめっちゃくちゃ少ないから。あ、そうなんだ。そう、ほとんどこうなってるから。俺ね、本当思うわ、こうなってる人で。でもさ、最近みんなこうやるんだよ。素振りなんか見てても練習場とかで、うん、みんなこうやってやるんだよ。こうやって、これでこうやって打つのよ。え、全然それビュンってなんなくない？なんない、そういうビュンってなる理論じゃないから。え、だって素振りだったらビュンって鳴らしたいじゃん。鳴らしたい。絶対こっち向くよね。そうでしょ、こうなるでしょ。なる。男子プロ女子プロ問わず、うん、本当にここら辺で止まってる写真があればいいんだけど、うん、この辺ってだいたい左手の甲って斜め後ろ向いてるから、うん、俺それ見た時にね、こっからこうって難しくねえかなと思うんだよね。だったら最初からこうやってやっちゃった方が簡単じゃないか。いや、そりゃそうだよね。そうだよね、うん、でここでこうなるってことはインパクトゼロこうなってるから、インパクトゼロになってる。そりゃそうだね。ああ、うん、例えばまっすぐ構えてるじゃない、うん、でこうやってなるでしょ、うん、こうやってなってインパクトまっすぐしたらフェースかぶるじゃない、うん、ってことはこうやってやんなきゃダメじゃん。インパクトでこうやってやることとこうやって、ごめんね、詳しくはね、
これでこうやってやったらフェース閉じるから、こういう動きに、まずこれでも2つ動いてるじゃん、こうやってやるのとこうやってやるので、うんうん、この動きをインパクトでまず2つ入れなきゃいけない。でこっからこうやってキープしてこうやって持ってこなかったらフックするから、うん、キープしたままフォローをまず取らなきゃいけない。この3つをやらなかったらこういうインパクトしたってフックしか出ないから、こっからだって閉じてるんだもん、こうやって、うんうんうん、だからそれをやれないとこのこっちに折ること、うん、っていうのができないんでね、ちゃんと、うん、そういうことがね大事なんですよ。これね、うん、このウェッジね、ここフェースへこんでんでね、ここ、うん、あ、それへこんでるやつ、そう、あれの、そう、これ中学校のね、うん、俺のおもちゃ、ずっとこれでへこみウェッジ、そう、ここ見てほしいんだよね、フォローするの、ここ、そうするとドローで止まる球が打てるから、ライン出しの、でも通常それでいてほしい部分もある。うん、だからあんまり複雑な理論っていうのはワンラップゴルフは言わないし、うん、もうこのまままっすぐこうやって構えてこうやって出した方が一番楽だから、うん、その理論をやってもらいたいですね。なんで動きを一つ一つちゃんとやるということはめちゃくちゃ大事なことなんで、うん、一つの動きをやりたい動きですよねをちゃんと理解をしてそれを行動に移すことっていうのが大事なんで、まずはやることよりも理解をすることっていうのを先にやっていただいてから行動に移していただいた方が多分よりスムーズになると思うんで、取り入れ方ですよね、そういう取り入れ方をしていただきたいと思います。では今回はですね、理論に対してこうちゃんとやりましょうという動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。